衝突した場所シリーズ SR20-2006 年ニューヨーク小型機衝突事故は2006年10月11日アメリカニューヨークマンハッタンにある超高層アパートに小型機が衝突した事故である調査により事故機はプロ野球チームのニューヨークヤンキースに所属していたコリーライドルの小型機と判明したまた操縦していた ライドルと同乗していたインストラクターの計二人の死亡が確認された。アメリカ同時多発テロ事件に後継が似ていたため、テロの疑いが持たれた。午後2時45分頃、ニューヨークマンハッタンの中心部に近い50階建てアパートの40階付近に小型機が衝突し、操縦していたライドルと同乗していたインストラクターの2名が死亡した。消防士11名が負傷した。同機は、 ニュージャージー州にある小型機専門のテターボロ空港を同日午後2時29分頃離陸した。マンハッタン島の近くまで飛行したところでハドソン川に沿って南下し、マンハッタン島の南に面するアッパーンニューヨーク湾の上に出た。そこで左旋回して、今度はイースト川に沿って北へ進んだ。イースト川に架か,かるクイーンズボロ橋の北1マイルに達すると、 左旋回を始めたが、そのまま川岸にあるビルの北側外壁に衝突した。事故機は大きな音とともに炎上し、落下した。アパートの下の路上には小型機の車輪などが転がっていた。小型機が飛行していたのは15分ほどで、ライドルとインストラクターはニューヨークを観光していたと見られている。現場は世界貿易センタービルの5マイル北の場所であったため、 テロの可能性も考慮された。ペンタゴンは事故発生の10分後にニューヨーク、ワシントン DC、ロサンゼルス、シアトルなどの都市に戦闘機を配備した。その後 FBI の調査により小型機の所有者名とパスポートから死亡したのがコリーライドルであることが判明した。国家運輸安全委員会はこの事故の原因が限られた。 旋回空間内での180度の旋回操縦の操縦において操縦士の不適切な計画、判断、及び機体操縦であると判断した。アメリカ連邦航空局によると、小型機が高層アパートに衝突する直前、エンジントラブルで救難信号を発していたと述べているが、NTSB の調査では機体やエンジンに問題があったことを示す証拠は見つからなかった。 事故機はイースと川上空に設けられた領域の中を飛行し、その末端で引き返すために180度左旋回を行ったところ、曲がりきれずに川辺のビルに衝突した。事前に右側の川岸いっぱいに寄せれば2100フィートの旋回空間を活用できたはずだったが、中途半端な位置で旋回を始めたため1400フィートしか余裕がなかった。 さらに14ノットの東風が旋回中に追い風として働いて旋回性能を悪化させた。この状況で旋回を得るには50度以上のバンク角が必要と計算されたが、これは失速に至るバンク角に近くパイロットがそのような深いバンク角を取ろうとした形跡もなかった。適切な位置取りから左ではなく右に旋回していたなら35度のバンク角で、 旋回できたはずだった。また、危険を十分に認識していれば、飛行前に計画を変更するか、あるいは離陸後に気づいたとしても、完成の許可を得た上で、イーストリバーイクスクロージアンの外に出る方策もあった。ありがとうございます。